も岡部亮介です。今日は僕の3年ぶりとなるワンマンライブのバンドリハーサルがたった今終わったところです。10月29日土曜日、僕のワンマンライブ岡部亮介ライブ2011幸せの魔法が開催されます。幸せの魔法というタイトルをつけさせてもらいましたけども、このライブ2時間会場に来てくれた皆さんの中でこう抱えてるストレスとか不安とかそういったものを、全部とは言いませんけども吐き捨ててもらって、一緒にこの2時間を楽しんで幸せになって帰ってもらいたいなという思いで、この幸せの魔法っていうタイトルをねつけさせてもらいました。このライブの見どころはなんといってもやっぱり10名からなる生バンドですね。やっぱりバンドの人数が増えると音圧もすごいですし、音の豪華さっていうのも変わってきますから、このバンドでしか味わえないアレンジだったり、また CD とは違うアレンジでの楽しみ方っていうのがこのライブの見どころかなと、そう思ってます。今年で僕自身デビューさせてもらって5年になりました。この今までの5年の集大成という意味でも大切な一つ区切りのライブでもあるし、これから先の5年10年この岡部亮介っていうものがなんか感じれる、そんなライブにしたいなっていうふうにも思ってます。ですので新曲の披露もありますから、ぜひ皆さん楽しみにしててください。もう一度最後にお知らせさせてください。10月29日土曜日、場所は福岡市天神にあります西鉄ホールで19時からスタートです。絶対遅れずに来てね。この情報は僕のホームページとかブログにもアップしておりますので、ぜひぜひ、楽しみに待っててください。それでは10月29日土曜日、西鉄ホールでお会いしましょう。バイバイ。